販売します。いいですか、バンブーチェー。今日は、ファン DJ という名前で、イベントを行いたいと思います。ブーニーズさんと、ジムニーのジムニーとデリカかの、2車種でやろうかと。初めてのイベントなので緩い感じで皆さんに楽しんでいただければなと思ってます。今日一日よろしくお願いします。よし、ちょっとね、天候が怪しい、天候がめちゃくちゃ怪しいので、みんなでちょっと気合い入れていきますよ。雨なんかぶっ飛ばせで、えいえいおー、いきますからね。ファン DJ、 雨なんかぶっ飛ばせ、えいえいおー。ありがとうございます。言われちゃった、チャリティーオークションですね、とじゃんけん大会を行いますので、皆さんどうかよろしくお願いします。ちょっと雨降る前にやりましょう。リカルのシートこれ出すの？出します。リカルのシート、これ中古でしょうけど結構高いよね。それから、極太 R3、 極太 R3 の中古です。これね、3ヶ月ぐらい前までに私のデモ車につけてたやつ、クラフト青井さんからイベント協賛品いただいてます。これもチャリティーオークションしますね。このチャリティーはですね、交通維持の、基金の方に、寄付させていただくようにしますので、ぜひ、ね、値段が安いとか高いとかじゃなくて心意気で買ってください。ジェミニーさんの運転席用のレカロ、チャリティーオークションいきますよ。じゃあですね、ジェミニーさん用レカロ中古のシート室装付きやね、これ1000円からいきます。はい、1000円の人、8000円来た、1万円、刻んだ、15000円、飛び越えた、刻んだ、15500円、17000円、刻まなかったな、17000円、じゃあ17000円、はい、おめでとうございます。お兄さん、最初見てね、最初はグーじゃんけんポン、最初はグーじゃんけんポン、グーの方、すいません、ありがとうございます。じゃあですね、天気ギリギリ持ってます。ギリギリ、本当にギリギリ持ってます。で、本当ね、雨心配されましたけど、この集まっていただいてありがとうございます。できたらね、来年再来年とは同じようなイベントをやっていきたいなと思っておりますので、ぜひ皆さんの協力をですね、いただけたら非常に嬉しく思いますので、よろしくお願いします。皆さんありがとうございました。はい、皆さんどうもこんにちは、山ちゃんでございます。今日はですね、ファン DJ ということで、デリカとジムニー、はいはい、の、まあ、お客さんが、たくさん恋の浦ですよね。そうですね、恋の浦ガーデンですね。恋の浦ガーデン、はいはいはい、集まってるんでね、ちょっと私と、おすぎさんで、今ね、今来られてる、デリカの方をちょっとね見て回りたいと思いますんで。そうですね、はい、そこそこの数集まってますんで、はい、ちょっといろんなね、デリカどんなのがあるか見てみましょうかね。はい、ということで、はい、よろしくです。はい、スペースギアもね、ロングなんですよね。ロングのガソリン。あ、本当だ、燃費悪さやけどいやよくね、よく維持してると思いますよ。はい、いや、もうこれはね、大事に乗ってほしいですね。そうそう、色もね、渋い色でね、なんかピンストみたいなの入ってるの、ピンストみたいなのね、こういうの、ね、こういうやっぱりカスタムの心がね、やっぱ大切、大事大事でね、このスペースギアに負けるとも劣らず、うん、まあ、勝るとも劣らずの D5 がこんなでかい、でかい、まあ、昔は見慣れてたけど、うん、なんかこの頃こういう大きいのはあんまり見ないから、そうだね、なんかすげえ感じがします。うん、バスターもつけてもらってね、はい、うん、いや、かっこいいですよ、なかなか。ブレインストームって入ってる。そうえ、どっから来たの。でも福岡ナンバーか、うん、で、ね、D5 そう、 旧型って言ったら怒られるけど、そうです、前期モデルですね、うん、新型ほんと増えたですよね。わお、これはすごいね。スペースギア、これ何、
オーストラリアバンパーみたいなやつ、ね、これ自分で作ってるよ多分ね、これすごいな。へえ、これ作ってるの。あ、どうも、あ、じゃあ作ったんですか。オーナーさん、おお、オーナーさん、自分で作ったの。いや、作ってもらいます。あ、そう。へえ、これ実際引っ張れる。いや、引っ張ったことはない。引っ張るのはもっぱらですよ。あ、そうそう。へえ、重たくない。重たい。乗ってて重たい感じがする。重たい感じあります。ああ、やけどそこは燃費がうんぬんじゃ話じゃないね。じゃないです。あ、いや、そういう心意気は大切です。大事に乗ってください。いやいや、すごいすごい。うわ、またこれがすごいよね。これそう、確かね、鹿児島の人だよね。そう、これ ね、もうめっちゃおしゃれ。お疲れ。めっちゃおしゃれ。すごいよね、センスが。よ、すごいすごい、めっちゃアメリカンな感じ。もうあの このスタイルを崩さない ね。そうか、こう遥か昔私作ったね、これ。あ、ですよ。そうね。そう、思い出した。そうそう、いや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 、もうあの南九州の方に行くと、うん、もうこのデリカがね、うん、もうヒーローみたいな。ああ、いや、そうそうそう、いやいや、すごいです。横のね、そう、あのストライプというかね、あの模様なんかも、うん、めっちゃいい、おしゃれな感じだし、うん、このスタイルを崩さんように、はい、頑張って維持してください。いやいや、でここら辺が、電気のデリカ。お、電気のデリカ結構頑張ってるね。ね、すごいすごい。おいおい、わお、おいおい、ここら辺ね、これ多分自分で塗ってるよ、これ。あ、なんとかペイント、何やったっけね。あ、ラップペイント、あのサランラップみたいなんでこうするやつね。ああ、そう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 、こうしゃれてる。お、本当だ。あ、塗って黒塗って、それでラップでブルーってして、うん、クリアのみたいな。だからなんかそうするとあんなふうになる。しゃれとしてね、うん、もう前期ね、うん、あ、これウサギ。いやいや、あ、ウサギかわいい。これは何ですか、これは何ですか、これ。すごい。これはそうなんだけど、どっちかというと、あの耳がいい。あの、ロールスロイスのこういうやつみたいな。違う。そう。違うの。いやいや、すごいすごい。わあ、本当だ。耳もついてる。そう、なんか耳かわいい。これに目がいて、耳が全然わからない。耳がかわいい。耳がね、かわいい、かわいい。そう。ウサギかわいい。新しい楽しみ方ですね。うん、はい。はい、新型、旧型、あ、結構あれね、前期型多いね。多いね。多い多い。うん、わあ、これね、うちで作ったやつだったけど、まあちょっとオレンジの部分が、ね、だいぶ増えてますね。うん、はい。いや、本当だ、多い多い。多い多い。うん。わあ、ここ、これを作ったやつね。おなじみでございます。ですね。うん。はい。あ、ローですもん。ローデストじゃなかった、何やったっけ、ローデストじゃないで、何やったっけ、そう、アーバンギア、うん、難しいで覚えられない、うん、うん、あ、そう、え、アーバンギアとローデスト2台持ちよね。すごい、素晴らしい、スタイルを崩さない。いやー、いい、もうね、ローデストがあって、わ、これまた懐かしい色、確か20年の前期ぐらい前しかないね、そうこの色ね、うん、あ、山ちゃんのグリーンも同じようなイメージが、そう、はい、その時代の色ですね。そう、いや、今さら見たら結構いい色で、ね、いい色で、うん、じゃじゃじゃ、いやいや、デリカいっぱいありますね。はいはい、お、デリカ談義に話が弾んでます。これまたすごいですよ、これまたすごいですよ。おーりゃー、もう 目の中になんかいろんなものが入ってる、うん、すごい、これもさっきね、うん、入ってくるときピカピカしてたね。あ、してた、流れるかなんか、ね、うーん、あー、なるほどね。で、何ちゃがってんだろう、すごいですよね。ねえ、いや、こういうのにやっぱり刺激受けていろんなカスタムをね、うん、みんな考えてもらうと、はい、うん、ただまたうちも仕事が増えるということで、はい、はい、こっちの列見ましょうか。さあ、じゃあこっち行きましょう。ちょうどね、向かい合わせでわーっと並んでますけど、ね、ちょうどいい感じ。はいはい、あ、これオーソドックスでかっこいいね、これ、うん、昔のフラッグススタイルですね。ね、うちのね、過去売ってたオーバーフェンダー、かっこいいね、俺のデザイン。いや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 、
うちの製品はね、私が基本的に全部デザインするんで、うん、まあ、つけてもらうと、うん、だいたいこう流れが決まるので、はい、違和感がない。こんにちは。違和感がないと思います。わあ、皆さんね、ルーフラークもいっぱいつけてもらって、うん、本当にありがたいことです、ね。うん、またこう全金ゾーンに黒と赤のコーディネート ね、うん、皆さんやっぱこう一大タイトも同じのがない ねすごいよね。わあ、すごいすごい。わお、ピッカピカ、ピッカピカよね。すっごい磨いと。わあ、黒と、ね、黒とオレンジ、ピッカピカやん。あ、これはこれはまたあれさっきのと対照的なね。うん、黒とオレンジ、黒とシルバーね、うん、あー、いい感じです。あ、よく横もね同じような感じでやってもらって。これこう山口の人ですか。ああ、そうなん、山口、山口の人たち。ああ、ほんね、山口、あ、本当山口、うん、ずらずらっと並んでる。ああ、そうか、みんなでこう一緒に来たのか。来たのか。これなんか、うん、逆にこうちょっと新鮮な感じ。そう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 、新鮮な感じで、なんかね、うん、これちょっとね、こうこれはベレットの、え、これ作ったの、もしかして。売ってる。いや、そう、うん、いや作ったの。いやー、すごい、なんか、え、これなんだ、すげえ、ボンネット、ボンネットがラプターかな。すごいな、うん、なんかこう顔をこすりつけて傷だらけになりそうな。いや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 、ね、ここが新型ね。そうそうそう、はい、新型。あ、これなんか OZ のホイールって初めて見た。OZ のホイール、D5 に OZ のホイール初めてです。補欠のこれあるんだね。ちょっと新鮮やね、うん、うん、いいです、いいです、なかなか。さすがね、同じカスタムがないって本当ないね。ね、すごいすごい。で、向こう側がジムニー。そうです、ちょっとジムニーね、今回ちょっと寂しいんですけど、まあ、うちが作ったジムニーがなんか一番手前にあるという。ずらっと646423。おお、ここら辺は11なのかな。そうだね、11112111、うん、はあ、はあ、はあ、2311、うん、6464、あ、74か、そうだ、ね、74ね、うん、もう、わ、これまた個性的なのがいっぱいおります。あー、すごいな、なんだこれは。これ、後編撮ってるのか、うん、ジムにも結構個性的です。あ、なんか、ダムド、うん、そうだね、ダムドの、うん、おしゃれな感じ。おしゃれだね、やっぱね、石川ナンバー、すごいね。へえ、おしゃれな感じ。そうなん、うん、すごいな、これお客さん、え、石川県から来たのか。いや、一般市に越してきてて、デリカが石川らしいですよ。ああ、そうなん、はい、石川の方と一緒に来られてます。あ、そう、へえ、個性的やね。石川なんかのデリカがいらっしゃいました、ね、うん、あー、なるほど、うん、じゃあ、ちょっと盛り上がってきてるみたいですけど、今からちょっとイベントをやりますんで、うん、はい、はい、会場のご紹介はこれまで。はい、はい、またあのね、同じようなイベントをどんどん企画してやりたいと思いますので、はい、ぜひ次は参加してください。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくでございます。じゃあ杉さん、イベントやりましょう。はい。